まには映画の話でもへようこそ。この番組は東京都多摩市で毎年開催される映画祭多摩シネマフォーラムを運営しているメンバーが集まって、気になる映画のトピックをテーマにゆるく楽しくおしゃべりする雑談系ポッドキャストです。カフェで隣に座った人たちのたわいもない会話に聞き耳を立てて楽しむような、あなたの日常をちょっとだけ楽しくするリラックスした空気感の映画トークをお届けします。さて、今日はどんな話が聞こえてくるのでしょうか。皆さんこんにちは、多摩映画フォーラム実行委員の野瀬です。こんにちは、杉本です。こんにちは、多田です。さて、第2回の配信ということで、前回とメンバーを変えてのトークになりますが、自己紹介も兼ねて最近見て印象に残った映画や公開予定の映画で気になっている作品などありますか。はい、ですね、私チャップリン好きで、はい、で、あの8月25日まで下高井戸シネマっていうところでチャップリン祭りやってるんですよ。で、毎日いろんな作品やっているので、会うところは極力行きたいなって思ってます。通うんですね。通いたい、通いたいです。本当に毎日、本当に毎日やってるんですよ。7月の終わりから。で、私ライムライトって作品が特に好きで、配信でしか見たことないので、はい、ぜひこれは映画館で見たいって思ってます。そうなんです。意外と見たことない。あんまないですよね。ない。私もないですね。ないですか。はい、そう、面白いんですよ。なかなか劇場で見る機会もないので。そうなんですよ。ちょっと1回ぐらい。なんかライムライト以外にもなんか面白い。あと見たのが街の日っていうのが、まあ、どっちの作品もロマンティックコメディみたいな感じで、まあ、恋愛系映画。あとは独裁者のやっぱ演説のシーンがチャップリン結構有名だと思うんで、それもちょっと見てみたいなって思ってます。でもいい機会ですね。はい、うん、ライムライトは唯一チャップリンの素顔が見れる作品なので、そこおすすめポイントですね。確かにいつも化粧してますもんね。あ、そう、唯一すっぴんで出てます。そんなことあるんだ。そう、ちょっと気になる。ちょっと気になります。じゃあぜひ見てください。はい、ありがとうございます。下高井戸です。あ、下高井戸。下は合ってるけど。はい、今日もやっていただきました。ありがとうございます。ですね。では多田さんは気になっている映画とかありますか。はい、私もなんか昔の映画が今やってて、うん、さらば我が愛ハオベッキっていう、なんか中国の狂撃のレスリーちゃん。はいはい、レスリーちゃんそんな知らないんですけど、はい、の映画で、私これなんか2008年ぐらいに舞台でやってたんですね。皆川幸雄さんの演出で、その舞台を見てて、あ、いつかこの映画の方も見てみたいなと思ってて、あれ15年ぐらい経ってるんですけど。だいぶ経ちましたね。でもあのこれなんだっけ、今あの歌舞伎町にある109シネマ、109、ちょっとここでもたびたび話題になる、あの超高級、はい、超高級映画館、109シネマプレミアム新宿っていう、なんか安くても一席4500円する映画館があって、ここで上映されてるんで、ちょっと映画館を楽しみながら、ちょっと見てみようかなって思ってるの。おかずみさん、おかずみさんって言っちゃった。ポッドキャストメンバーの奥住さんがね、この映画館行って、ポップコーン食べ放題、ドリンク飲み放題っていう映画が始まる前に、ラウンジみたいなとこがあって、そこでポップコーン食べ放題、ドリンク飲み放題がついてるんですけど、奥住さん知らずに5分前に行っちゃったらしくて、わーもったいない。っていうのを聞いて、1時間ぐらい前から入るんですかね、あれって。でもめっちゃトイレ行きたくなりますね。そうなんですよ。ね、そうなんですよ。ポップコーンはけど、ポップコーンもそんないっぱい食べれないんで、だいたい一つというか。そうですね。でもお腹空かせていって、ポップコーン食べて飲んで、最後にトイレ行く時間をこう逆算して移動みたいな。この映画3時間ぐらいある。あ、じゃあちょっと結構、そう、結構ちゃんとスケジュール組んでいこうかなって、確かに、はい、思ってます。はい、私もちょっと行ってみたいですね。そうですね、ちょっと映画館みんな行ってみてください。はい、ありがとうございました。さて、今回のトークテーマですが、出来合い、偏愛、多摩映画フォーラム実行委員が語る
何度でも見たい私のおすすめ映画はこれのパート2ということで、前回に引き続き番組のパーソナリティである私たちがこれまで見てきた映画の中から皆さんにもおすすめしたい映画を3つのお気に入りポイントでご紹介していきたいと思います。もしパート1をお聞きになっていない方はぜひそちらもチェックしてください。それではまず杉本さんにお聞きしたいと思いますが、はい、そもそも杉本さんは普段どれぐらい映画を見てますか？ですね、映画館に月に1回は行きたいっていう気持ちでは生きてます。映画館が好きで、はい、映画館で見るっていう行為が好きなので、むしろあ行きたいって言ってなんかやってないかなって作品を探します。あ、うん、作品重視じゃなくてもう行く、まずは行きたいっていうところ。あ、でも作品ももちろんあこれやるんだ行きたいもありますけど、なんか映画館にとにかく行きたいっていうのがあります。なんか行った時のルーチンとかってあります？例えば絶対ポップコーンとか、ドリンクだけですかね。ドリンクだけですか、はい、あ、そんなに食べる。結構トイレ近いのであまり飲まないようにして最後のエンドロールで一気に飲みます。なるほど、そう行きたくなっちゃうんで。なので通路側ですね基本。あ、やっぱりちょっと前目の通路側で、私四方に誰も人いてほしくないんで、はいはい、もう極力絶対来ないだろうっていう位置を狙っていきます。あれ心理戦ですよね。そうなんですよ。わかります、わかります。なんで私がこんな考えて選んだら、なんでお前そこ取るのっていう。めっちゃわかります。わかりますよね、本当に心理戦。ここ開けたな座らないだろみたいな。そうこの回もやりたいですよね、みんなが座る、ね、そうそう、やりたいです。面白そうですね、それは。じゃあその話をまたということで、じゃあ杉本さん、好きな映画のジャンルとか監督さんとか、はい、そういった方はいらっしゃいます？基本的にはコメディが好きですね。ホラーとか見れなくて、あの、はい、グロい系とかも苦手なので、コメディ、あとミュージカルとか、なんかそういうもうハッピーラッキーみたい なるほど、そういうのが好きです。なるほど。じゃあやっぱりチャップリンの先ほどちょっとああそうですね、チャップリンのそういうところなんですかね、うん、そうですね、はい、ありがとうございます。じゃあ、早速ですけど杉本さんのおすすめ映画をぜひ教えてください。はい、前回あの0回の時に言ったんですけど、私は2002年に公開されたロバート・ルケティック監督のキューティーブロンドが好きです。はい、キューティーブロンド、私も結構前に見た記憶があって、本当ですか？ハッピーな映画、はい、ハッピーな映画です。ハッピーな映画だったっていうぐらいしかすいません覚えてはないんですけれども、いや間違いないですね。作品に出会った時のエピソード、はい、私は中学生の時にたまたま金曜ロードショーかなんかでやってるのを見て、であのその時本当に怖い映画が見れなくて、ディズニーの悪役ももうちょっと怖いぐらい見れなくて、絶対これは怖くないっていうのしか見れなかった時に絶対怖くないって思って見た映画ですね。で見てたらもう本当ハッピーだしやる気が出る映画だったので、そのまま気づいたら最後まで見てたっていうのが出会いですね。やっぱりちょっとでも怖いシーンがあると他の映画はもう途中でも、はあ、もうやめよう。はい、もののけ姫とか私多分5秒ぐらいでやめました。怖い。いきなり戦みたいな感じじゃないですか。怖い無理みたいっていう。そういうちょっと切られるとか、死にそうとか、ダメでしたね。例えば、はい、今もダメなの？あ、今もよほどグロいとかは見れないですけど、あ、もののけ姫は見れるようになりました。大人になりました。はい、なりました。じゃあ、杉本さんにとって、はい、キューティーブロンドってどういう映画ですか？私のバイブルです。バイブル、はい、あ、主人公がエル・ウッズっていうブロンド金髪美人で全身ピンクっていう女の子なんですけど、うんうん、その子がやっぱ周りからハーバードロースクールっていうお堅い大学院に行くので、はい、何あの子っていういじめられたりとかすごい偏見に最初苦しむんですけど、その中でも自分のもう金髪可愛い、私は可愛いみたいなので貫いて
成功していくのがずっと憧れで、私はもう絶対 L になるんだっていうのでずっと生きてきました。なるほど、はい。もうっていうか憧れのなんか女性みたいな。そうですね、ブレない努力はでもする。でも周りともちゃんと仲良くするんですよ。最初は意地悪な人たちって言って嫌いがあるんですけど、努力して最終的にはみんなとも仲良くなってうまくやっていくっていうのがすごいなっていう。はい、はい。じゃあポイントを3つ教え、はい、お気に入りのポイントを3つ教えてほしいんですけども、はいはい、まずはですね、主人公エル・ウッズの自己肯定感の高さです。今ね、はい、よく聞きますね、自己肯定感。いや、そう、まさにこれだなと思ってもうブレないんですよ。とにかく最初に彼氏、大好きな彼氏に振られるとこから始まって、映画は彼氏を追っかけるためにハーバードロースクールに行くんですね。もともとファッションを勉強してたけど、彼氏が頭のいい子じゃないと付き合えないって言って振られたので、追っかけるために勉強してロースクールに入る。で、またそこでインターン、弁護士のインターンを4名だけ選ぶっていうのに、なんか私とあなたで一緒になれたらいいねみたいなことを言ったら、君がなれると思うのかいみたいなのをバカにされるわけですよ、元彼に。時にふざけんなってなって、見くびらないでって言って、その男をもう差し置いて勉強してインターンに選ばれ、で、どんどん自分の方が結局は首席になって卒業するっていう。かっこいい。そうなの、そうなの。結局は最後は彼氏を振るんですよ、自分が。もうあなたはいらないっていう、その貫く感じがもう大好きです。かっこいい女性ですね。はい憧れるの分かる、うん、そうなんです、うん、そうなんです。じゃあ2つ目のポイントは、はい、はい、ですね、可愛いもやりたいこともどっちも諦めない姿勢です。弁護士に勉強するために周りの子はなんかダサいんですよ、服装とか黒、なんかなんであんな喪服なのみんなっていうぐらいみんな黒い格好をしている中、エルはでも自分はファッション好きだしピンク好きだしっていうので、こうジョギングとかしてちゃんとスタイルキープしつつ走りながら勉強するんですよ。そう、なんかそのシーンなんか見たことある。そう、ランニングマシーンで家で走りながら勉強してニュース見てっていう、そのどっちもやってやるっていうのがめっちゃ好きです。そのシーンおすすめですね。努力家なんでしょ。そうなんです、とにかく。なんかやっぱり、まあ、最後までじゃあ3つ目聞いてから話しますけど、先回りしてちょっと先回りね、先回りは良くないです。3つ目はですね、衣装とか小物がとにかく可愛いです。もう本当なんだろうな、アメリカの女の子っていうバービー人形とか、ああいうの想像してもらうと、ピンク、キラキラ、ラメみたいな、そういうのが本当可愛くて、ネイルショップとか、あとチワワとか出てきたり、とにかく可愛い、テンション上がる、見てるだけでももういいっていうぐらい可愛いです。最初から最後まで結構そのテンションでというか、そんな感じの映画でしたっけ、うん、そうですね、なんか途中落ちるところはもちろんあるんですけど、なんかセクハラされたりとかそういうシーンもあるので、なんかちょっと落ち込むシーンはあるんですけど、基本的にはエルの立ち直りは割と早いので、はいはいはい、すぐパンと戻ってきてくれます。すごい元気がやっぱり出る映画ですよね、はい、そうですね、やる気ない時も頑張ろうってなるし、ハッピーの時はさらに気分を高めてくれます。まさにバイブ。はい、そうです。ちなみに何回ぐらい？わかんないぐらいですね。中学生の時からDVD 持ってて、なんか定期的に摂取されてる。摂取してます。本当もうがっつり見るって時もあれば、とりあえず流しとくかみたいな BGM 代わりに流してる時もあるので、本当何回見たか分かんないレベルです。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。続きまして多田さんにお聞きしたいと思いますが、はい、多田さんは普段どれぐらい映画を見てます？私この多摩実家の映画実行委員会に入るまでは月1回とか2回ぐらいしかなかったんですけど、はい、この団体に入って映画賞
映画賞部会に入ったんですよ。なんで毎回追われるように映画を見てます多分人生で一番映画見てると思います。映画館にも行ってるし、やっぱ結構見ますよね。見ないと。そう、あの選定するためには見なきゃいけないんで、映画賞を、はい、めっちゃ見てます。もう結構公開されてすぐ行ってる感じですか？もう終わっちゃうじゃないですか、映画ってすぐ、うん、で、あと仕事の時間とかと、なんかお昼とか見れないから、もうスケジュールとめっちゃにらめっこして、この時間なら行けるみたいな、結構あの生活を終わりっていうか、映画に、もうちょっと休んだかなと思ったら、また見るの溜まってるみたいな、結構映画勝負会入ると、多分そんな感じ。大変ですね。なるほど。でも充実してますけどね、人生にいい感じに彩りが嬉しい終わり方。そうですね。あの、じゃあ多田さんは好きな映画のジャンルとか、はい、監督さんとかはいらっしゃいますか？私基本的に日本映画が好きですね、でも今まだシネコンでやってるような作品ばっか見てたんですけど、映画ショーの、あれでミニシアターとかにも結構行くようになりました。ジャンルは問わず、邦画なら。そうですね。私もともとすごいドラマっ子なんですよね。ドラマをすごい見るんで、まあ、そこから知ってる役者さんが出てたりとか、脚本家の人が書いたりとかして、そういうのつながりで見るから、やっぱ日本映画が多いですね。じゃあもう今映画に追われてるのでドラマは取りためていや見てますよ、頑張ってすごい、家帰って半分気失いながら夏はドラマが豊作なんで。ああ確かに、あの結構コンクール、私もちょっと面白いの、結構面白いのいっぱいありますよね。またその話は、あのドラマ見て映画見てつって、もう物語に追われてます毎日まあ楽しそうです。そうですね、はい、はい、では、あの早速ですけど、多田さんのおすすめ映画は何でしょうか？はい、はい、私のおすすめ映画は2006年に公開されたジョナサン・デイトン、ジョナサン・デイトン監督と、なんだろう、バレリー・パリス監督、この2人夫婦らしいんですよね、のリトルミス・サンシャインっていう、知ってます？名前は知ってます。リトルミス・サンシャインっていう映画です。私のおすすめです。すいません、私も名前だけで見てた。あ、本当ですか？でも結構ミニシアター系の映画だったみたいですね、公開。そうなんだ、はい、でもアカデミー賞2部門ぐらい受賞してて、って感じらしいです。はい、この作品に出会ったどういうきっかけで？私多分映画館では見てなくて、ちょっと後から見たんだと思うんですけど、あのポスターが可愛いんですよ、知ってます？黄色の、そうですよね、あのワーゲンのバス型の、私ワーゲンのバス型の車めちゃめちゃ憧れてるんですけど、あれにみんながこう飛び乗ってる、ポスターがすごい可愛くて、なんだろうこの映画と思って見たのがきっかけですね。結構ポスターとかから見ること、あ、ありますよね。大事ですよね、ビジュアル。最近あの手文字系、手書き文字系の多いじゃないですか。あれ結構つられつつられちゃう。あれ結構なんかきますよ。日本の多くないですか？多いです、多いです。最近多いですね、特にね。ああいうのめっちゃ気になっちゃう。あ、でもちょっとわかる。はい。結構そこきっかけ多いですね。ポスターが好きとか。いや確かにポスターはすごい気になるの。そっからセンス合わないともう合わないですよね。そうなんですよ。特に黄色とかだと、ね、まあ結構やっぱ明るいイメージがあるし、知らない方はリトルミスサンシャインのポスター見てみて、めっちゃ可愛いです。はい、じゃあこの リトルミスサンシャインは多田さんにとってどういう映画なんですか？そうですね、この映画なんかこう休みの日に天気が良くて、あ、今日何しようかな、何しようかな、あ、リトルミスサンシャイン見ようなんか気負いなく見れるけど、あ、これあのなんかハートフルコメディロードムービーみたいな、コメディドラ、ハートフルドラマコメディロードムービーかそういう系のドラマで、なんかあのそんな気負わなくても見れるし、クスッと笑えるし、でもなんか最後ちょっとほっこりしてみたいな、見てよかったなって思える映画なんで、なんか落ち込みたい時とか
ゃないです。なんかちょっと聞いたことある。そういう時に結構気軽に見れます、うんうんうん、絵も綺麗ですしね。お気に入りのポイントを3つ教えてもらっていいですか。はい、そうですね、この映画のお気に入りポイント、まず1、その1、じゃじゃん、それぞれに問題を抱えているくせ者ぞろいの家族、うん、あの登場人物が家族なんですけど、はい、あれ家族なんですけど、まあくせ者ぞろいなんですよね。まずお父さん、一個一個説明していいですか。はい、お父さんがまずこう自己啓発のなんかもう自己啓発にめちゃめちゃ夢中で、それをビジネスにしてこうあのお金を稼ごうみたいな、ちょっとそういう人なんですけど、すぐあの勝ち組論負け組論の口にするんですね。そんなやつは負け組だとか、そういうやつこそ勝ち組だみたいな、まあ、ちょっとうざい感じあのちょっと煩わしい感じのお父さんですね。次おじいちゃん、おじいちゃんヘロイン中毒で、あの一回老人ホーム入ったんですけど、ちょっとヘロイン吸っちゃって追い出されてまた家にいます。結構破天荒なおじいちゃんですね。結構ピーって感じのこととかも普通に言うんですね、子供の前とかに。です。でちょっと、いや、あ、2人がぶっ飛んで、で次おじさん、みんな一緒に暮らしてるんですけど、おじさんはお母さんのお兄さんなんですけど、あの失恋して自暴自棄になって仕事と住む場所がなくなって、最終的に自殺未遂を起こして、あのこの人ほっといちゃダメなんでつって、一緒にいてくださいねって家に来るんですよ。すごいな、大変な状況ですね。はい、で次息子、お兄ちゃんですね。まあ、ニーチェに影響されてパイロットの夢を掲げてるんですけど、ニーチェに影響されてパイロットの夢が叶うまでは喋りませんと、無言の誓いを。すごい。結構世の中とかに対してちょっとあのなんか嫌悪感みたいな、で家族のことも嫌いだみたいな、まあ思春期ですね。中二病みたいな。で、お母さん、お母さん普通のお母さんで、もうこんな破天荒な家族の中を取り持って、でこのお話、あ、そう、そもそもお話がその娘が美少女コンテストに出場することが決まって、うん、その会場に行くためにみんなで車で旅をするお話なんです。へえ、そうなんだ。じゃあちょっと離れたと。そうです、ニューメキシコからカリフォルニアまで行く。これ1300キロぐらいあるらしいんですけど、日本でいうと東京から奄美大島ぐらいまでを。めっちゃ遠い。あの海は渡らないんですけど、うんうん、それをあのワーゲンのバス型に乗って旅をするっていう、うんうん、でこの女の子が、うん、また可愛いんですね。まあ、この女の子もすごく素朴な、うんうん、ミスコンに出る女の子って結構きらびやかな感じじゃないですか、うんうん、じゃなくてすごい素朴な女の子で、ちょっとミスコンっぽくないんだけど、その女の子がミスコンに出ることが憧れで、その子のためにみんなで行くっていう車になって、お金がないから飛行機で行けないからみんなで車で行くっていう、そういう、はい、なんかその設定聞いただけでめちゃめちゃ面白そう、うん、そう、見たくなった。めっちゃ笑えます。なんかみんなめちゃめちゃくせ者なんで、見ててイライラするんですよ最初とか。そうでしょう、ね、すぐお父さんが負け組だとか、おじいちゃんがわけわかんないって言うとか、おじさんとお兄ちゃん暗いしで、お母さんそんなみんなをまとめなきゃいけなくて、あの疲弊してるみたいな。へー、はい、それが1です。はい、じゃあ次2は、じゃじゃん、みんなを一つにする少女のピュアな心。おー、そのミスコンに憧れてる女の子、オリーブちゃんっていうんですけど、うん、まあ、さっきも言ったようにちょっとミスコンのイメージと違って、うん、本当にあのただただそのミスコンに出ることに憧れてるみたいな、うん、ミスなんとかみたいな人の映像を見て憧れてるみたいで、あのこんな家族なんですけど、みんなこの女の子のことが愛しくてしょうがないんですよ。みんなお兄ちゃん喋らないけど妹のことを愛しい、おじいちゃんは、うん、おじいちゃんとこの女の子ってなんかマルちゃんと友蔵みたいな、わかります？はたから見たらあの人何やっとんのみたいな、うん、そういう感じの良さとか、でこの女の子が本当に可愛くてピュアで、心を現れる、はい、そこが見どころの2つ目です。はい、はい、じゃあ最後は3つ目、はい、壊れた車をみんなで押して前に進む、それこそが家族の形。急になんかまとめに入ったですね、あの
この映画誰の人生も好転しないんですね。むしろこの道中で一人一人に問題がさらに勃発して、そのたびにこう家族のみんなで仲悪いんですけど一見でもその仲悪い家族がこう誰かがこう問題が起きるために励まし合い寄り添いで旅を続けていくっていう途中で結構序盤で車がぶっ壊れるんですよ。でこの車でも向かわないともう間に合わない息子には間に合わないってじゃあギアが入るまでみんなで車を押してある程度の速度が出たら、ギアが入るんで、それまでみんなで押してで飛び乗ってくださいねってそういうポスターなんですけどあれあみんなが車を押してエンジンがついたら飛び乗る。いやまさにこれが家族だと。わかります今まず運って言っちゃいましたけどオンボロでね、ポンコツな車でもみんなで押して前に進む、それが家族でしょっていう。わかります？待ってこんな反応になるじゃん。協力するみたいな。あそうですそうですそうです。みんなで車を押して、旅をする壊れた車であれ、ポンコツ家族であっても、みんなで押して分かります前に進むよっていうだって家族だもんね。そうだってそれが家族でしょっていう、はい、っていう映画ですね。わかる気がしました。なんだろう、この絶妙に分かりそうで分かんないのが一番見たくなりますよね。確かに。ちょっとこれ 見るしかないっていう感じになりますね。最後ほっこりするんでね。ぜひ。本当にすごいいろんな事件が起こりそうだなっていうのも容易に想像できる。一個一個言いたいですけどさ、そのネタバレなんてつまんないんですけど、まあ、結構いろんなことが一人一人に起こるんですけど、笑えるし、笑っちゃいけないしみたいな。結構本人にとってはそう深刻なんですよ。でもなんかちょっと笑っちゃうみたいな、ぜひ見てください。はい、これもおすすめはリトルミスサンシャインでした。はい、ありがとうございました、はい、さて今回の配信もそろそろエンディングのお時間となりました。2回にわたって4名のパーソナリティをおすすめする映画をご紹介してきましたが、お聞きになっていただいた皆さんいかがでしたでしょうか。知っている作品、知らなかった作品、好き嫌いなどいろいろあったかもしれませんが、今回ご紹介した映画に少しでも興味を持っていただけたら嬉しいです。今後の配信予定については多摩シネマフォーラムの公式ツイッターなどでお知らせしてますので、こちらもチェックしてください。ということで最後になりましたが、多田さん今回のトークはどうでしたか。むしろ聞きたいですねどうでしたか。多田さんいると面白いですよね。なんかよくわかんないけど一人でめっちゃ笑ってたし、ね、やばいやつじゃないですか。もうそれにつられてこちらも楽しくなる。あ、本当ですか。はい、そう言っていただきたい。多分私今日多分家帰ってしばらく立ち直って嘘めっちゃ面白かったですよ。本当ですか、うん、じゃあよかったです。そうだね、はい、そんな時はリトルミスサンシャインを見てまたね。そうですね、はい、見てください。杉本さんはどうでしたか。あのリトルミスサンシャインはめっちゃ言いにくいリトルミスサンシャインはなんか見たいなって思って気になってそのまま放置してた映画だったのでこれ聞いたら見なければっていう感じ。そんな長くないんで、あ、そうなんですね、見やすいですよ。見たいなって思いました。私も今日多分落ち込むんでキッシーブロード見てあげますぜひぜひ自己肯定感、うん、L が爆上げさせてくれます。いいです。はい、はい、ありがとうございます。それでは皆さんも最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。また次回の配信でお会いしましょう。以上、多摩映画フォーラム実行委員の野瀬でした。杉本でした。佐田でした。さようなら。さようなら。